中で絵にしてしまった。もう現代芸術にならないというか、身体性がなくなるというか、全部含めて一つの身体性になって作品になる感じやけど、そこからデバイスっていうコンテンツだけ抜き取ってしまうと、デバイスだけ抜き取っちゃうとただの絵になったりとか、絵しか興味ない人がしか見れなくなったりとか、だからバッドエンドが最高にいいのと、全て何もうまくいかなかった時は何もその中からコンテンツを抜き出せなかったっていうことやから、そういう時は全部形になる、それ自体がデバイスになる、コンテンツになって作品、それが身体性。宗教的なことかで言ったら合わないとか許しとか、現代アートっていうことよね。現代アートになる。だからいつの時代でも現代アートは現代アートなんだけど、それ以外はどっかのサブジェクトに分かれてる。写真だったり絵だったり専門的なものになっちゃう。専門的なものはそれ自体でもどんどん行き詰まっていくから、結局狭い技術の範囲内であとかも全体を掴んだようなふりをするけど、実は自分を一部分だけ切り取って見せてる感じ。だからアベルとカミと同じように、アベルは自分の中から一番いいものを神に捧げて、カインは自分の中からどうでもいいというか、どうでもよくはないけど自分が大切にしているもんだけれども、全てでないものをこれがいいでしょって言って捧げたっていう、その違いで神の喜んだのはアベルの方、自分の一番大切にしてた羊を捧げたんだと思いました。アブラハムもそう、自分の子供を捧げた、イサク、自分の描いてるものの中でどれか一つ大切なものがあるとしたら、それが失われることが一番身体性につながる、一番難しい。そういう時にアブラハムの横に羊がいるのを見つける。死の瞬間羊を犠牲に捧げて終わるんだけど、そんな感じでそれを失った時に見えてくる、今まで見てた自然があるんだよ、あこれやと思って、それが完璧な形で、その感覚というかその味わいのために絵を描く、絵を手段としてそこに精神を持っていく、絵描いてる中で自分の大切なものをみんな作っていく、これを失ったらやばいっていうの、現実ではなかなか難しいけど、こういう技能的なもの、そういうのなんかできる、ね、
一番大切にしてたそのナルトの氷を割って捧げた。私はさ、もう人気になったらダメなんてね。やっぱり人のために作り出すからやな。人気じゃなくならない。自分の対象が絶対的なものじゃなくて相対的なものなんかキープするのが必死になって失わなくなる、今まで失ってまでもしがみつこうとしてたものを完全に失っちゃう、失ってまでも捉えようとしてたものがあったのに、その余分の光で少しばかりやっぱり称賛を得た。それは本気で言ってんの？いや、本気じゃない。もうそれを受けて言っただけ、反応的に言った。
物に目は奪われないって頭では思ってても、うまいこと絶妙な奪い方をしてるように書いてると、ね、自分の目を奪ってくる、穴を設けてもらう、もう興味ない、そんなものに興味ないと思ってても、そこを狙ってくるんだよ。でしょっていうか、それを見せれば人の人気を得れるようなものを見せてくるんだよね。でもそれを書いても多少の賞賛を得ても、自分はその絵を絶対見ないし、自分にとってその絵は全然意味がないんだよ。自分にとってどんどん味が出てくるっていうのは、それを超えたところに、もう最初はそれが何か理解できなくても、どんどん良くなってくる。そのためにはそういう現実的な魅力も利用するっていう心持ちではいるけど、その現実的な魅力にやっぱり特に負ける。現実的な魅力だけでやってる画家っていうのは本当にクソで、本当に大したことない。でもやっぱりそういうのがなんとなくみんなにいいなと思わせる。みんなもよくわかってて、本当はもっと何か違うものを求めてるのみんなちゃんとわかってる。だからある程度いいなと思っても、でもなんか心の奥で違うなと思って、でも本当にいいものを見せられると、それを自分で見る力がないと見れないから、見れないから、本当にいいものっていうのは誰もだから見たことないもので、今から見るもので、今まで見たものじゃない。でもそれが時代を超えてつながるのが不思議。今初めて見たのに過去にあって、これからもあり続ける。そういうのじゃないと多分時代を超えない。必死でデータとしてみんな残そうとするけど無理だよ。聖書は神は生きていますって言うやん。なんかでもみんな固定概念で生きてますって言うだけで、今生きてることを、まあ、言葉にしてね、形式的にそう言うだけやろうけど、生きてる、ね、そういう生きている絵を時代ともに動いたり喋ったりするような絵はこうされる。また決まって
は殺されない。確かそれが違う。自分の心の いい部分じゃないところが自分の心の自分のその人の霊的なレベルに合わせて絶妙に悪いものを持ってくるんだよ。それを失わないといけない。大事に持ってたら達者になればなるにつれてそれを大事に持てるようになるんだよね。持って進んでるように思うんだよね。やっぱりそれはある時どっかで失われる。その人が絶望するからどっかで。でもその時にその失ってしまった姿を自分で見れるかどうか。死ぬ姿は身体性になる。失わない限りは体の一部分でしかないから人の心にはあれない。豪華な神殿を40年かけて頑張って作って人の目を奪うことができても、それがいつか崩れる。アカデミックな絵画、それ自体すごい建築物みたいで、一つの荘厳な建物を作るんだよね。で、たかも非常に知恵があるように見えるんだけど、現実に対して。一番手ごわいと思った。その人たちにとっても、アカデミックな建築者たちが一番そこから逃れられない。現実があるだけ。絵はある程度下手な方がいいんだけど、やっぱり描いてるうちにみんな上手くなってるから、ね、下手な方がいいって言っても、ただ下手だったらやっぱり上手くなりたい、ね、自分なかなか理解できない。その人なりのできることを結局やらないといけないんだけど、その人の持ってる知識と技術とそれを持って真実に近づかないといけない。って今書いててもどん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 溜まっていって、いいものに思えてくるんだよね、心の中に。そうだ、
そんな実は本当にただの幻影で、こうやったら消えるね。すごいこう、うまいこと言ったやつはすごい丁寧に扱ったりとか、もう本当に触れないでくださいみたいになるけど、そんな本当は触れて壊す時が来るんだよね。デシャンもすごい大きな展覧会で自分の作品が搬入の時にぶっ壊れて、ガラスの作品がぶっ壊れた時に、それを見た時に多分一瞬絶望したんだと思う。でもそれ見てやっぱりアーティストやから完成しましたって言ったんだけど、やっと完成しました。日本の美術ってでもそういうとこがあって、自分の作ったものの中に自然を取り入れるんだよね。そうやって自然現象、例えば一抹模様に苔を置いて、それが苔むしてくる頃にようやく完成するような、一つの自然の力がそこを破壊したり作ったりする、そうした時に完成するっていう感覚を持っている。でもヨーロッパの場合は非常に人工的だから、その辺を許さないところがある。でもそれって許さないだけに、スタイルになってないだけに、許した時にはその人も許される。日本の場合はそれがスタイルになってるから、もっと難しいかもしれない。自然を取り入れているようで全く共有していないことが起こる。どん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 吸い込まれて、あとはもうそのセンターの柄を気分に思いっきり変えて終わるっていうプロセスも、ある程度こうやってセンターに人間をつけとって、ふわっとした感じを。その芸術の範囲に至るようなデモンストレーションってすごいやっぱり難しくて、実演でできるのって大概その人が分かってる範囲、作品になる前までのデモンストレーションにできる。ある程度技術としてもその人の知ったものになっているものがね、ものまでしか見せれない。それ以上は本当に聖域というか、やっぱりチスがアトリエに入れたがらなかったのはそういう部分、自分もそれに甘えてしまうっていうのが分かっている。それに神とのやり取りがその作品にないと本当の価値はない。人とのやり取りだけやからな。知れてる。はい、でここから、ここから布を描いてきたが、セーターの色が割と暗いから、軽めにちょっと一回消して、
します。